休眠状態の SCP-1120。アイテム番号、SCP-1120。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。各 SCP-1120 個体は、収容エリア、56の B5、B600 セルブロックにある標準サイズの収容室に封じ込めします。壁、天井、床のレンガは、すりつぶした人骨と工業セメントを32で混ぜ合わせたもので作ります。各ブロックの収容室5つにつき1名の武装警備員が駐在します。SCP-1120 が活性化して封じ込めを違反した場合、職員には手順 SCP-1120、イプシロンの実行が推奨されます。いかなる状況でも生きた人間が SCP-1120 個体に触れることは許可されません。本校執筆現在、基地の SCP-1120 個体は100体すべてが財団の収容下にあります。しかしながら、SCP-1120 個体を1体以上取り扱っている可能性が高い博物館の展示が発見された場合は、全 SCP-1120 個体を押収して石膏製のレプリカと交換します。これが不可能な場合は、機動部隊デルタ、6、ウェスタの処女の構成員のうち1人以上が博物館のスタッフとして潜入し、監視を維持し、あらゆる必要手段をもって SCP-1120-1 個体の作成を防止します。すべての新たな SCP-1120-1 個体は SCP-1120 個体として扱われ、それに応じて収容されます。追跡に入った SCP-1120。説明。SCP-1120 は火山採掘岩らしきものの内部に取り込まれた人間の骨格群の総称です。露出した骨は従来の手段で砕いて破壊できる一方で、SCP-1120 を包む表皮岩層は損傷に対して非常に耐性があることが示されています。これは岩自体の特性というよりも SCP-1120 の異常性によるものと思われ、一旦 SCP-1120 から除去した岩石資料はその異常な耐久性を喪失します。実験室で SCP-1120 から除去された表皮紙片の試験を行ったところ、非異常性の火山採掘岩のそれと一致する。高価火山採掘物でできたマトリックス株構造が明らかになりました。しかし、これが正確に SCP-1120 の内部の岩石を反映しているか否かは不明です。SCP-1120 個体の身長は、人間のそれと一致して幅広いものであり、大半の年齢、性別を包括しているようです。一部の SCP-1120 個体は思春期前の人間の子供とほぼ同サイズです。SCP-1120 個体は生命を宿していますが、知的存在か否かはまだ断定されていません。現時点では SCP-1120 個体は全て休眠状態です。活性化は財団の収容下に入ってからわずかに回しか発生しておらず、何が活性化を引き起こすのかは未だに判明していません。活性化した SCP-1120 個体は、周辺地域をパトロールし、生きた人間を探し回ります。適切な対象者を発見すると、SCP-1120 個体は直ちに対象者の下へ向かい、掴みかかろうとします。SCP-1120 個体は追跡に際して非人間的な余力を発揮し、シンダーブロックの壁を破り、都市インフラを少なからず破壊した事例が確認されています。しかしながら、追跡はターゲットを一つに絞ったものではありません。別な、より近くにいる対象者を発見した SCP-1120 は追跡コースを調整して、近場のターゲットを優先的に追い始めます。この修正は、協調体制を取った職員のチームが SCP-1120 を適切に指定された収容施設へ、追い込む、のに簡単に利用できます。このプロセスを本文書では手順 SCP-1120、イプシロンとします。対象者の皮膚の一部が SCP-1120 と接触した場合、SCP-1120 はすぐに追跡を止めます。接触した対象者、SCP-1120、1は麻痺状態となり、SCP-1120 によって触れられた場所で硬直して動かなくなります。対象者と接触した SCP-1120 個体は仰向けに横たわって休眠状態に戻ります。続く3分間で、SCP-1120
1121のすべての皮膚、筋肉、内臓組織は、足の裏から始まって頭の頂点で終了する流れで火星岩に変異します。この過程は激しい苦痛を伴うと想定され、変換を受けている対象者のスキャンは、プロセスの完了前に甚大な神経損傷及び重度内出血が引き起こされていることを示唆します。しかしながら骨格構造は、骨髄も含めて、全く変換の影響を受けません。この特性は身体から除去された骨に対しても及びます。すなわち、SCP-1120 はいかなる形式、能力をもってしても人間の骨を折ったり粉砕したりできません。この制限の原因は不明のままです。発見。SCP-1120 個体のうち20体は197年10月12日に、自然史博物館で発見されました。地元警察に対する、石人間が博物館の客を襲っている、という通報に財団の防受担当者が応答し、警察の増援を装った財団職員が現場に到着しました。彼らは数時間かけて、最終的には全ての SCP-1120 個体を包囲、制圧することができました。この過程で数箇所の外区が破壊され、名の死傷者が記録されました。クラス B 記憶処理薬が空中に散布され、地震に関するカバーストーリーが地元の報道機関に流されました。他11体は1980年3月6日に、編集済み、考古学発掘チームによって発見されました。個体らは発掘作業中は休眠状態を維持していたものの、発掘チームの不注意な行為によって、体以上の SCP-1120 個体が作成されました。報告は即座に現地民間人の下へ届き、続けて財団の知るところとなりました。これらの SCP-1120 個体は何事もなく収容されました。残りの個体が発見されたのは、データ削除。このように隠蔽された SCP-1120 は、発見された個体らが唯一ではない可能性が高いと思われます。工作員は用心し、細心の注意を持って行動することが推奨されています。ホイ 1120A 以下の落書きは、ポンペイの、の壁に殴り書きされていたものである。現在の財団の前身組織として機能していた古代の団体によるものと推測されているが、これに関する考古学的な証拠は乏しい。奴らはあまりにも多い。奴らから逃れることはできない。医師科の疫病がこれ以上拡散する前に奴らを収容しなければならない。奴らはすでにヘルクラネウムにまで達したのだ。もはや時間はない。これを読むものがあるならば、今すぐに逃げろ。灰の雲が奴らを永久に埋葬することを望みながら、俺は SEO の怒りをかき立てに行く。神、が見守ってくださらんことを。